串田、 B クラスの参加表を C クラスにリークした裏切り者は。いきなりどうしたの？参加表をお前が携帯で撮影するところを見た。そうだっけ？ごめん、忘れちゃってた。もしかしてそれで私を疑ってたり？そうでもなければここまで都合よく C クラスにやられたりしない。携帯の撮影が決め手なら参加表が漏れることは。じゃあどうして後で参加表を変えなかったの？裏切り者が D クラスの生徒ならどうにでもなる。 D クラスの生徒なら書き換えた参加表をいつでも確認閲覧できるはずだ。本当の参加表を隠しといてさ、ギリギリに提出していれば後からそれを見た人が何かしようとしても間に合わないんじゃない？ああ、でもそんなことしたら後で他の人たちが。私は犯人じゃない。茶柱先生に確認してみるか。バレちゃったら仕方ないね。そうだよ、私が参加表の情報を漏らしたんだよ。認めたか。